今月8日、盛岡市で60代の男性が自転車の四季帯び運転の疑いで摘発されました。道路交通法の改正後、自転車の四季帯び運転での摘発は県内では初めてです。警察によりますと、今月8日の午後10時50分ごろ、盛岡市三本柳の県道で警察がライトをつけずに自転車を運転していた60代の男性を見つけ、 呼気検査をしたところ基準値を上回るアルコールを検出しました自転車の四季帯び運転での摘発は改正道路交通法が今月1日に施行されて以降県内では初めてですまた今月9日には盛岡市中野橋通りの国道で自転車を運転していた20代の女性を四季帯び運転の疑いで摘発しました 改正道路交通法では酒気帯び状態で自転車を運転した場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すよう罰則が強化されていて警察では引き続き内容の周知を図るとしています。